皆さんこんにちは、キスケです。本日はスーパーサイジンゴッドスーパーサイヤ人ベジットを使っていこうと思います。まあなんで使っていくのかっていうと、こいつ射撃タイプでアタッカーなんですよね。ただ、味方の合体戦士もしくは神の木または未来に、バフを与えてくれる支援もできると、まあ援護もできるということで、まあ最新の身勝手とかと組み合わせてちょっと使っていこうかなって思います。かなり相性がいいんじゃないかなって思うんだよな。で、久々に使うからちょっと能力忘れちゃってるんで、ざっと見るんですが、確か救急加圧にバニシング回復あったよね。で、必殺圧が遠距離と。で、特殊圧が使いづらいと。これなんだよな。特殊圧がちょっともうちょい使いやすければ、もっと流行っとったとは思うんやけど、まあまあまあ、いいでしょう。ということで、髪の毛パーティーで使っていこうと思います。まあ、身勝手とベジットブルーをちょっと組み合わせて使っていこうかなと思います。よければ、チャンネル登録と高評価、ぜひともよろしくお願いいたします。Twitter のリンク、概要欄に貼ってるんで、よければフォローもお願いいたします。それでは PVP、回っていきましょう。さあ、マッチングしました。赤青染めパーティー。まあ、前3体で来るのかな?であれば、まあこういう感じでいこう。お願いします。なんかさ、その4周年のファイナルプログラムあるでしょ。で、まあ大方の予想がさ、やっぱりウルトラベジットじゃないですか。で、何色で来るんだってなると結構悩むくない？おそらくその4周年で実装した目玉キャラクターとその色をかぶせてくるってことはないと思うんだよな。 OK、 おそらくね。いくぜ、ドラゴンボール覇気だ。はい、だから赤と緑はまあ龍拳と身勝手でないとして、カウンターダメージ稼がしてくれる。ありがとうございます。 OK、 そっちか。ライジングたまりそうやね。ああ、使ってくる。で、ウルトラゴジータとそのウルトラゴジータとウルトラ海洋拳と色かぶしてくるっていうこともないんじゃないかなって思ってんだよな、個人的には。おそらくね。だから必然的に紫で来るんじゃないかなと思ってて、少し遊んであげようか。バイシングいただいちゃうよ。ありがとうございます。その特殊圧はありがたいね。あー、やらかした。はい、まあベジータブルー落とそう。まだ時間稼ぎして、あ、強え、めちゃくちゃ強え。合わせて通常で返して、はい、タックルかい、あざす。うわーん。速圧多いな。すげえ速圧使ってくるぞ。速回避はちょっと危ないけど、キャラチェーンアーツが結構弱い速圧が多いんで。ありがとうございます。じゃあ閉じ込めてさよなら。で、紫でベジット来たらさ、これで3体目なんですよね。1周年のスーパーベジットとで、今使ってるベジットでしょ。すごくない？そんな来るっていう感じなんやけど。シュー、オッケー。この特殊圧がな、マジで使いづらいんだよな。体力回復。OK、 ナイス。まあ、身勝手に時間稼いでもらおう。これでユニークゲージ削れない。
これ合わせてくるかな。なんか 即回避してきそうなんだよな。あーずらしてくるか、うまい。いやチンチンって感じですね。いやベジットブルーちょっと残したいな。メイン切ってくるっしょ。切らない、それは入らない。入らない。はい、ありがとうございます。これ余ダメージ上がってるからね、身勝手の。やべ、タックルは見られてないはず。ありがとうございます。はい、一発目ずらしてきたからね。速圧が綺麗に刺さっていく。意外と硬いのめんどくさいな。ただまあ削れるだけ削って打っちゃうか。なんかワンチャン時間切れありそうなんで、バニシング回復もったいないけど。貫け。まあおそらく余ダメージでは勝ってるでしょう。ライジング4だしね。よくない。できるだけ火ダメ抑えて、時間切れになっても勝てるようにしとこう。硬すぎ。ザマス、ザマスです。ありがとうございます。ベベベベ、これはもろたでしょう。まあ、これでオーマイグンネス。はい、ああこれは入んのか。だるいな。ライジング当てなきゃこれきつくね、結構。なんかそんな気すんねんけど。無理やり当てるか。メインは使ってるんで落ちることはないでしょう。うまくいかん。危な。ライジング危ねえ。時間切れになるよこれ。余ダメージで負けそうなんで、ちょっとこれは無理やりぶち込みます。何この試合、ライジング当たらんねんけど。よかった、あざした。さあマッチングしました。合体戦士パーティー対戦やってきます。まあ初手はレジェットブルーで身勝手確定。あと1体どうしよっかな。ウルゴジじゃない、ウルトラ海洋圏でいこうか。はい、お願いします。どうなのかな。ウルトラベジット実装するんやったらおそらく紫だと思うんやけど。はい、あざっす。ミネルバー、マジなんて言ってんのかわかんねえ。マジでわかんねえ。はい、マジかよ。わけわからんわ。はい、そんなもんか。通常、危ねえ。ラッキー。これは美味しい。ナイス。まあユニークゲージ貯めてがっつり殴っていこうか。これライジングどうしよっか。使わんくて良さそうじゃね。おお、それは嬉しい。まあゴジータ4かウルゴジにライジング当てたかったんで、いかったいかった。おい。おい、マジかよ。あ、危ねえ。ツラタニエンなんですけど、中距離射撃だ。
なんて極悪非道な、こんなことが許されていいのか。ドラゴンボール覇気だこれクソ剤やろな。ピュー、もう少しでライジング打てるところを。はい、うわマジかよ、辛いな。さすがにライジング溜まってそうじゃね。いやー微妙やなこれ、必殺技とかやとラッキー。これタックル見られてないはず。あざっす、これは美味しい、助かります。うん、なるほど、特殊圧多すぎ。通常で返して OK、 ドラゴンボール破棄しよう。行くぜ、ピュー、これはうざい。ちょっと待って、キャラチェンしてるやん、なんなんこれ、マジ。たまにあるよな。もったいなすぎるとんでもないプレイしちゃった。はい、さあ残り2体ようやく通常で返してメインで見ようか。ポン。どうするよ、あざーす。あーか、もう回復してんのか、早いな。でーちょっともったいないけどしょうがないね。通常で返して打っちゃうか、なんか全然試合が動かないんで。ありがとうございます。じゃあこれはメインでバニシング回復して持ち直していこう。これ強いよな、やっぱバニシング回復。まあ、本音を言えばさ、メイン使ったタイミングで回復してほしいなっていうところはあるんやけど。 OK、 バニシング奪ったんでおそらくいけるでしょう。ありがとうございます。よくわかんないです対戦ありがとうございました。はい、皆さんお疲れ様でした。本日はベジットブルー使ってみたんですけど、いかがだったでしょうか。まあだいぶ良かったんじゃない、うん、思ったより使いやすかったっていう、印象です。はい、なかなか良かったんですけど、まあ気になるところがあって、まあ試合中にも話したと思うんやけど、ウルトラベジットが実装するなら何色なのかっていうところをね、ちょっとコメント欄によければ書いてっていただけるとありがたいなって思います。ということで、よければチャンネル登録と高評価ぜひともよろしくお願いいたします。 Twitter のリンク概要欄に貼ってるんで、よければフォローもお願いいたします。それでは良きドラゴンボールライフを。バイバイ。